右下にクラワンカ船が描かれている。広重が京都名所の内淀川料理を盛るのに使われたクラワンカワンクラワンカ船とは、江戸時代、淀川を往来する大型船に近寄り、乗船客に飲食物を売っていた、主に平方地方の小船のこと。菓子食船とも呼ばれ、公式には茶船と呼ばれていたが、クラワンカ船、クラワンカ船という俗称が定着した。 カ所線は、大阪天馬橋の八軒へ船木場から、京都の南、伏見文庫橋まで、淀川を、昼夜圏港で往来したが、荷物は200国、内市301積みで、旅船は30国が普通であったことから30国線ともいう、乗り合い船であった。途中の船着き場には、丘場所が多く下船者が多いため、途中下船は、切符向こうの賃金制度が設けられ、特に、 平方塾は一番の盛り場であった。平方で停戦しようとする三十国戦に鍵詰めをかけて近づき、飯や汁物、酒などの飲食物を販売していた小舟が、クラワンカ、船と呼ばれていた。船上に火床こを置いて煮炊った汁や餅、飯、酒などを売った。クラワンカとは、この地方の方言で食わないのか 食うこともできないくらい銭を持っていないのかと乱暴に言った言葉である。夜と昼とを問わず30国線に近づき、乗客たちに、クラワンカと声をかけ販売していたことから、クラワンカ、船という名がついた。シルワンなどの食器は、食後用返却だが、器の数で料金を計算するため、支払いを誤魔化すために器を川に投げ捨てる客もあり、後にクラワンカ湾が、 川底から多数発見された。もともとは、平方塾より4キロメートルほど、下流の対岸にあった、柱本村が発祥と言われている。同地の墓家家文書には茶船、乳売船は、元行2年に始まるとあり、水上船売の特権を得たのは、柱本の船頭たちが、大阪夏の陣などで徳川方の物資運搬や、女人退路の船渡しに協力するなどの功績によると、 される。伏見より大阪に至る淀川の食い物売りの営業特権を幕府から与えられ、その印として黒字に白の縦筋を染め抜いた川船綿が与えられた。また、義務として水上警護を任され、溺れたものがあった場合は、救助に努めなくてはならないため、逆路の備えがしてあった。柱本の茶船は二十艘あったが、寛永十二年にそのうちの一艘が、 淀川筋の川船を支配する平方の監視所の御用を務めるために柱本から平方に移ったのをきっかけに次第に平方の茶船の勢力が増していき柱本と平方で争いが起こるほどになったこの際地元の乱暴な言葉遣いのまま飲食を売っても構わないという不作法御面の特権も与えられたため身分の高い人に対しても 倉湾かと叫ぶことが許されており、淀川往来の名物となっていった。柱本、平方以外で二売船が出た場合は直ちに抗議して中止させ、それでも効かない場合は、町奉行か、淀川筋支配の門倉や木村家に訴えて差し止めた。明治維新頃には、平方の茶船は柱本の2倍になっていたが、淀川蒸気船の登場で三十国船がなくなると、 共にクラワンカ船も姿を消していった。淀川の水運が鉄道へと変わる、明治頃まで続いていたが絶滅した。京阪電車開通後、明治末から大正をはじめに、夏の余興に、淀川でクラワンカ船の再現が行われたが、数年で終了した。今でも、歌詞の名などに、クラワンカの名は残っている。様々な気候文学に描かれ、東海道中膝栗毛にも、 飯食半会。酒の満開。さあさあ、皆を聞くされ。ようふさる奴らじゃな、などとが成り立てられたヤジが、いや、こいつらと、言わせておきゃ。あ、途方もねえ奴らだ。横面張り飛ばすぞと立腹する場面がある。カラスマミはその声を、喰らわぬか喰らはんかにはかねども喰らうかにあくる、淀の名簿のと呼んだ。大衆文学では、その起源について、 徳川家康の1587年6月の伊賀の難に腐敗させられ、南馬戦記にその由来が脚色された。この流れを組む水上総在業者は各地で第二次世界大戦後まで残っていたと思われ、横溝正史の推理小説、トランプ大将の首にも事件の発見者として描かれている。ありがとうございます。